は優しい女の子は嫌いだ。ほんの一言挨拶を交わせば気になるし、メールが行き交えば心がざわつく。電話なんかかかってきた日には着信履歴を見てつい頬が緩む。だが知っている、それが優しさだということ。俺に優しい人間は他の人にも優しくて、そのことについ忘れてしまいそうになった に過ぎない。青春を謳歌せし者たちは常に自己と周囲を欺き、彼らは青春の二文字の前を解釈も社会通念もねじ曲げてみせる。彼らにかかれば嘘も秘密も罪とがも失敗さえも青春のスパイスでしかないわ。仮に失敗することが青春の証であるのなら、友達作りに失敗した人間もまた彼らはそれを認めないだろう。全ては彼らのご都合主義でしかない。